インテル七百四十、インテル七百四十は、九百九十八年二月に発表されたインテルが初めて製品化した PC 向けグラフィックスアクセラレータチップ。リアル 3D 社、ロッキード・マーティン社のグラフィック部門が分社化され会社と共同開発された。本製品は、インテルグラフィックステクノロジーのブランド名で展開され、インテル八百十、八百十五にも、 同様のコアが搭載された。その後は、インテルエクストリームグラフィックスに引き継いでいる。本校では、インテル740の後継製品として発表された、インテル752についても取り扱う。インテル740は、インテルがリアル 3D 社と共同開発した初の、PC 向け 3D グラフィックスアクセラレータチップである。開発コードネームはオーバン。 0.35マイクロメートルプロセスルールで製造されるグラフィックスコアはパイプライン構成をとりビデオメモリは64ビットのメモリバスで接続されたスタラムまたはスグラムを最大8メガバイトまで対応するまたメインメモリをビデオメモリとして扱えるダイレクトメモリーエクスキュージョンにより商用量のベレムしか搭載しない製品でも 3D 描画が可能である ただし MC などの動画再生支援機能は搭載していない。インターフェースは AGP2X にまで対応し、外部トランスミッターを搭載することで DVI などのデジタル出力にも対応している。サブピクセル単位でデータ保管を行えるプラサイス、ピックスリンターパレーションの採用により、高精度の映像表現が可能であるとしている。 これらの技術を採用したインテル740のグラフィックスコアはインテルグラフィックステクノロジーのブランドネームが与えられている。1999年4月に発表されたインテル7 5 0には i740 以来のイグットファミリー第2世代製品である。開発コードネームはポートラ。基本的な部分は i740 と共通であるが MC による 動画再生支援機能を搭載している。またマザーボード上にオンボード搭載される用途を見越し、インテルアップグレーダブル AGP としてオンボード採さ,された i752 と AGP4X スロットを共存させることも可能としている。i752 は実際には発売されないままキャンセルとなり、i752 の後継製品としてインテル754。 が開発されているという噂も存在したが、i752 のキャンセル以降、レディビに至るまで、インテルは単体のグラフィックチップを手掛けていない。i752、i754 がともにキャンセルとなり、インテルの単体グラフィックチップは、i740 をもって終了したが、イグッとコア自体はその後も、インテルのチップセットに統合される。 オンボードグラフィックコアして採用された。イグットコアを搭載したチップセットには、インテル810、インテル815が存在する。これらチップセットに搭載されたイグットコアは、i752 コアをベースとしている。単体のグラフィックチップと異なり、フレームバッファーとして、専用のビデオメモリをサポートせず、 メインメモリ領域の一部をビデオメモリとして利用する馬方式を採用している。このため、性能的には i750 によりさらに劣り、さらに32ビットカラーもサポートしなかったものの、一般的なオフィスインターネット用途程度には十分な性能を有しており、安価活用スペースを実現できるために広く採用された。また,また性能向上技術として、 インテル八百十 d c 及びインテル八百十五では Z バッファ専用のディスプレイキャッシュに対応している。インテル八830及びインテル八百四十五 g 以降では後継のインテルエクストリームグラフィックスコアが採用されている。i 七百四十の発表当時、世界最大の半導体企業であるインテルがグラフィックチップ市場に参入するという点に注目が集まり、 グラフィックチップベンダーの淘汰、市場の再編成が進むのではないかと、予想が多く見られた。しかし実際に登場した、インテル740は、同世代の他社製品を脅かすほどの性能を持たない、だけでなく、当時対応が進みつつあった32ビットカラーにも、対応していないなど、機能的にも見劣りするものであった。さらに、AGP の普及を進めるインテルの、 AGP 対応製品ということで、AGP のリファレンス的存在となることも期待されていたが、実際にはインテル製チップセット以外では動作しないこともたった。これらの様々な要因が積み重なり、市場では廉価品の位置づけに止まり、後継製品である i750 にも発表のみでキャンセルとなった。そのため i740 そのものは失敗作だったという評価が、 一般的になっている。だが、i752 をベースとした、イグットコアを搭載したインテル810チップセットは、市場で爆発的な成功を収め、結果的には、i740 発表当時に予想されたように、多くのグラフィックチップベンダーのみならず、チップとベンダーまで含めて、トータと市場の再編へと結びついていくことになる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。